運動会のフォークダンスで好きな子の手を握った男の子の目線で俳句を作りなさい。男の子の目線。そっかそっか。さあ行きましょう。最初の小文字は7単でございます。はい。行きましょう。7単からお願いします。もうすぐだ。お、いい。いい。さあ行きましょう。もうすぐだ。大悟。時間よ止まれ。あら。いいです。これ。手を握った時ということですかね。時でね。さあ、来たんじゃないでしょうか。さあね、締めれるんでしょうか。行きましょう。もうすぐだ。時間よ止まれ。行かないで。ああ、まあ、いいですか。いいんじゃないですか。だから、握る前、握った時。はい。話す時。はい。ということやな。これはいいんじゃないんですかね。うん。ああ。ちょっと最後、なんか、なりましたね。落として欲しかったけどな。あの子、ああいうとこあるわ。そんな、最後まで100点出さんでええんよ。ラジオやから。いや、いいよ、さやねん、全然いいよ。振りが効いてるから。何言うても落ちるとこやから。いや、さやねん、芸人ちゃうもんな。はい、アイドルなんで。アイドルで、ビシッとした。いや、落ち、一応教えてやらんと、五七五の五番目や子はもう。どうですか、言われてますけど。逆に卵焼きが正解やったよね、まあ、イエーイ、卵焼き参考にします。プチ切れてるやん。さあ、それでは、チャイムが鳴ったので、ここの授業はこれでおしまいです。